アルゼンチンに到着したヨーロッパからの移民移民とは異なる国家へ移り住む事象、また出生国や育った国といった居住国を離れて12ヶ月以上東海国へ移住して居住している人々を指す。移住は長期にわたる居住を意味しており、観光や旅行は通常含まない。ただし、通常1年以内の居住を指す、季節労働者は移民として扱う場合が多い。 国際的に合意された移民の定義はまだない。最も引用されている定義は国際連合の国連統計委員会への国連事務総長報告書に記載されているもので通常の居住地以外の国に移動し少なくとも12ヶ月間当外国に居住する人のことを言う。この定義によると長期留学生、仕事での長期不妊者、長期旅行者も移民である。また、 国籍に関する要件が含まれていないため、日本で首相した外国籍の保持者は、通常の居住国は日本であるため、移民ではない。国際移住機関は、国内移動を含め、自発的に他の居住地に移動することと定義している。非自発的な移住として、自分の意思に反して強制的に移動を余儀なくされる場合で、戦争や内乱、武力紛争、人権侵害、 自然災害などによって起こる難民、あるいは避難民、また人身取引の被害者、研修生や留学生で搾取を受けている人、自分の意思で移動してもその後に紛争に巻き込まれてしまったというケースなどを国際的な人道支援の対象としている。出て行った移民を移出民、入ってきた移民を移入民と呼ぶ。受け入れ国の法的手続きによらず移入した人々を不法移民と呼ぶ。通常、 統計上の移民は外国からの移住者と同義だが社会的問題としての移民には文字通り民すなわち特定の出身国から来る体制の人々という意味合いが含まれている。そのため一般的に移民は挙手的な移住現象またはそれを構成する個々の移住者を意味している。一方相対的に移住者数が少数である国籍等の場合移民ではなく 単なる移住者と見られる。例えば、日本には欧州諸国からの移住者が多少居住するが、日本の人口に比してその規模が非常に小さく、通常の社会、政治論ではこれを移民現象として捉えない。なお、より経済力のある豊かな国へ裕福な生活を求めることが多数の移民の動機になっていることから、移民が経済的意を指すことも少なくない。さらに、 英訳のイミグレーションは国の入国管理事務も意味しているため日本語の移民より語彙が広範な言葉になっている。こうした定義の曖昧さが移民問題の議論を難しくする要因の一つである。国連の推定によれば2005年には1億9000万の人々が移民した。これは全世界の人口の3%に満たない。 残りの97%は出生した国もしくはその後継国に在住している。1990年には国連で全ての移住労働者及びその家族の権利の保護に関する国際条約が採択された。国際労働機関は2017年時点で世界の移民労働者数が推計1億6400万人、移民全体が同2億7700万人おり、 いずれも前回調査より増加しているとの報告書を2018年12月5日に公表している。また SF などで宇宙移民について描かれることもある。米国政府が発給する外国人へのビザは大きく移民ビザと非移民ビザに分けられる。移民ビザはパーマネントレジデントビザとも呼ばれ、滞在期限や活動に一切の規制がない。一方で非移民ビザは 滞在期限や滞在中の活動に制限があり、非移民ビザによる滞在の外国人は住居の有無、就労、滞在期間にかかわらずすべてビジターとして扱われる。すなわち、米国政府は移民とは永住権所持者と定義している。なお、日本の自民党特命委員会が提案している入国時に在留期間の制限がないものはこの定義に近い。 対して一般市民の認識では永住権所持者と帰化米国籍者の両方を含めて移民と呼ぶことが多い。フィリピン政府が移民法に基づき発給するビザには割り当て移民ビザや非割り当て移民ビザがある。割り当て移民ビザは移民法13条に基づき対象国ごとに1年あたり定められた人数まで発給されるビザである。非割り当て移民ビザは 移民法13条に基づき、フィリピン人と結婚した者などを対象として、発給される、ビザある。数十万年前から現象として起きている、人の移動に対して、日本語の移住とは抗議においての、国内での地域間での人々の移り住みも含まれる。協議においての移民は、ある国家の国民が別の国家に移り住むことを指す、ことが多い。 市民権や国籍を管理するようになったのは国民国家の形成以降であるから移民とは一般に近代の概念である。19世紀に進展した国民国家の形成において国籍法の整備と国境の確定により国民を登録して管理するようになり国民と移民が法律上明確に分けられることになった。帝国主義時代のもとヨーロッパ諸国がアメリカ大陸 アジアアフリカ大陸で獲得した植民地では植民地経営のために政策的にヨーロッパからの植民がなされたアフリカからの奴隷貿易も行われたその後世界的な奴隷制度廃止に伴い鉱山や農園開発や鉄道建設のためアジアでも人口が多い地域からの労働移民が東南アジアやアフリカ大陸に渡った東南アジアにおける 植民地経営を支えていたのは、イギリス領マレー半島のゴムや、鈴、オランダ領インドネシアの農業生産などであり、そこで必要とされた労働力は中国南部やインド南部から調達された。彼らの多くは契約労働者であったが、現地に定住するものも少なくなかった。これに伴い商業活動に進出するものも増え、これらの中国系移民とインド系移民は、その後、 東南アジア各地で大きな影響力を持つこととなった。アフリカへの移民としては、南アジアとりわけインドからの人々が多く、イギリス帝国の下では、イギリス領植民地相互の植民も行われた。18世紀までのヨーロッパからの移民が主に年期契約の形を取った労働移民であったのに対し、19世紀には自由移民が主流となった。19世紀のヨーロッパでは、 産業革命の影響等による人口の増大や交通機関の発達などにより大規模な人口移動が起こった。各国では人口の都市への集中が見られた一方で海外移民も増加した。第一次世界大戦までの100年間に新大陸に渡ったヨーロッパ人は6000万人に達し、19世紀はまさに移民の世紀であった。最大の移民受入国は アメリカ合衆国であり、その数は1821年から1920年までの100年で約3300万人とされる。その前半には北、西ヨーロッパから、その後半は南、東ヨーロッパからの移民が到来し、これは各国の工業化の進展の時期のズレを示している。人口増加や貧困などの経済的な要因だけで、 なく、迫害を受けたユダヤ人のように政治的、宗教的な要因からの移民も行われた。また19世紀半ばにアフリカからの黒人奴隷が解放されると中国やインドから労働者を雇い入れ、不足する労働力を補った。なお、アメリカ大陸、オーストラリア南アフリカにおける黄色人種のアジア系移民はヨーロッパ系の白人労働者と競合したため、 効果として排斥されたり移民を制限されたりすることもあった。1870年代にはカリフォルニア州で中国人排斥の動きが高まり、1882年には中国人移民禁止法がアメリカ合衆国議会で成立した。1924年にはアメリカ合衆国で取り分け日本人移民を制限する排日移民法が制定され、 日本でアメリカ政府は人種差別的であるとする反米感情が生まれた。オーストラリアではアジア系移民の市民権を容認しない白豪主義が採用された。南アフリカではこの後厳しい人種隔離政策であるアパルトヘイトが長い間継続された。冷戦終結、東欧革命による共産権国家の崩壊以降の近年は欧州連合統合と宣言 ヨーロッパにおける移民は、むね欧州大陸圏内での移住と、北米からイギリスへの移住、イスラム圏からの流入が大勢を占めている。主に欧州で問題となっているのは、宗教的、文化的背景が大きく異なるムスリムの移民であるが、イタリアなどではルーマニアなど東欧からの移民があまりに増加したために不動産価格の上昇、土地の不法占拠などの問題が深刻化してしまい、 ムスリムアジア系の移民だけでなく、東欧系移民への地元民の反感も強まっている。エマニュエル・トッドは、西洋4大国の移民の統合状況に大きな相違点があるとした。移民の大多数は、複数ある産業の、いわゆる下流工程といえる職に就くことが多く、ヨーロッパ経済の下支えとしての役割を果たしている。とりわけ天然ガスの採掘によって、 危機的な自国通過校に見舞われたオランダでは、第一次産業、第二次産業に従事する移民が、経済復興の足がかりにもなった。ドイツには、トルコ人が、イギリスには、旧植民地のインド人やパキスタン人のほか、東欧のポーランド人、アフリカ系、カリブ系、アラブ系、カキが移民、または労働者として流入している。詳細は、移民政策を参照フランス。 編集1960年代から70年代にかけて北アフリカ諸国からの移民はフランス主要都市郊外の貧困地域に居住していた。移民の家族らがフランスへ移り住むに伴い低所得層の住宅が建設される移民の人口は増加していった。それらの地域では失業率は高く生活水準は低く警察の見回りもしばしばであった。それら移民は 地理的にもフランス社会から隔絶されていた。ムスリム2世3世のフランス社会への適用度合いはどうなのか。フランス革命以後におけるフランスの社会政治的構造は世俗主義の原則によっている。キリスト教国家として学校の授業でも聖書に言及することは教育カリキュラムのうちの必須事項だが、イスラム教聖点、コーランに言及することは必須ではない。 ムスリム系が多数存在する地域にある学校で、先生が聖書だけ触れると、クラスの生徒らは授業を遮り出す。またムスリムの女子生徒が学校でブルカの着用を禁じられる。ブルカ着用禁止は、精神の抑圧でもあり、心境の自由にも反している。この世俗主義の原則によって、民族的マイノリティは無視され、 フランス社会が分断される現象を示すことにもなった。フランス政府による同化政策の結果、ムスリム系移民の子孫らが社会からの隔絶され彼らのアイデンティティが喪失することになった。イスラム過激派は西洋と戦争状態にあると考えているために西洋社会と絶好するムスリム系移民の子孫らにとっての格好の受け皿になっている。フランス政府による世俗主義によって 彼らが西洋社会から阻害され、イスラム原理主義に感化され狂気される動機となるので、ある。この傾向はとりわけ2001年9月11日発生の米国同時多発テロ移行顕著になっている。来しても参照イギリス、編集戦後の復興の労働力として、バルバドスやジャマイカなどのカリーブ地域の植民地、特に1948年から1973年に、 カリブ地域から来た移民は、ウィンドラッシュ世代と呼ばれる。この名称は初期に移住した者が、客船エンパイアウィンドラッシュ号でやってきたことにちなむ。異郷の地において、同郷の者たちが一つの地区に居住することによって、コミュニティが形成される場合もある。日系人による日本人街、リトル東京や中国人による中華街、朝鮮半島出身者によるコリアタウンなどがある。 これらは数ブロック程度の一区画であることが多いが規模が大きくなって村や市が丸ごと移民によるコミュニティになっている場合もしばしばある。例えばボリビアにおけるサンフアンでヤパカニ市は集団移民した日本人が作り上げた市である。フランス、編集フランスは東欧からの移民の統合には成功しているとされるが急創四国として 北アフリカ諸国から受け入れた移民の統合はうまくいっていない。移民の多い大都市の郊外では治安の悪化、暴動が頻発するなどの問題が深刻化している。2015年1月に首都パリで勃発したシャルリー・エブド襲撃事件では17人の犠牲者を出した。この事件はフランスの過去50年で最悪の事件であった。犯人はすべてフランス生まれのムースリムだった。 フランスの人口の12%がフランス国外生まれであり、またイスラム系の全人口に占める割合は西欧州一である2005年のパリ、公害暴動事件はイスラム系移民とフランス国民との溝の深さを示したものである。2015年以前からフランス国民の約74%がイスラム教はフランス社会の価値観と相入れないと述べている。 元来植民地時代から独立、建国以来の国家形成が移民によって成立しているアメリカでも同様のことは起こりうるが、アメリカは欧州などキリスト教国家からの移民を中心に受け入れており、それらの移民は宗教的アイデンティティをアメリカ政府から抑圧されることがないのである。詳細はシャルリー・エブド襲撃事件を参照このシャルリー・エブド襲撃事件を境に、 大陸欧州における移民排斥の動きが一段と活発になり、特にイスラム系移民の制限強化を求める世論は火を追って大きくなっている。ドレスデンで開かれたイスラム移民排斥のための集会では約2万5000人が参加した。また、フランス国内の学校では移民の児童と地元の児童との間で文化的対立が高まっており、移民が多数居住する地域である。 クリシースイコールボアの学校では、生徒の4分の3が黙祷を捧げることを拒否した。またこのパリでの襲撃事件を受けて、ハンガリー首相のオルバーン・ビクトルは、パリでのデモに参加した。そして、ハンガリーがそのままのハンガリーであることを、我々は望むのであり、身体的特徴や文化的背景が著しく異なるマイノリティを、我々の社会で見たくはないとオルバーンは主張し、 政治的、非護目的での移民の数を制限するよう EU に求めた。移民によって欧州は問題と危険を抱え込む差末であり、移民を阻止しなければならないとオルバーンは述べた。チェコ大統領ミロシュゼマンは、欧州の規範を守れないような移民は彼らの本国の文化や慣習の中で生活するべきであり、それら移民を本国へ送還するべきと唱えた。フランス首相、 マニュエル・バルスは、フランスにおけるイスラム教徒の割合は、欧州一であり、ジハーディストイスラム原理主義やテロリストとの戦争状態にあると述べた。ドイツ、編集ドイツの首都ベルリンの移民集中地区、ノイケルン区クでは2006年3月に、全校生徒の約80%を移民指定で占めるリュトリ機関学校では、教師が生徒に暴力を振るわれ、強盗が日常茶飯事になるなど、 学校崩壊が進んだため、全教員が廃校要望書をベルリン市教育庁に送付した事件が発生。ドイツにおける移民統合や多文化主義の失敗として、ドイツのメディアでは報道された。2010年には、アンゲラ・メルケル首相が、多文化主義は失敗と公言した。2010年代以降、シリア内戦などを理由にアラブイスラム系移民、難民が増加しており、 2015年には大規模な難民受け入れが行われたが、これにより欧州難民危機が引き起こされた。その後も比較的貧しい旧東ドイツ地域を中心に、ドイツ各地で反移民活動が行われており、反移民を掲げた政党ドイツのための選択肢の躍進の要因となっている。スイス、編集 EU 諸国からスイスへの移民の数は毎年8万人であり、 この数は当初2007年に見積もられていた数の10倍であることがスイス国民党によって指摘されている。そして移民超過の結果、教育システムや交通、公的医療システムに負荷をかける事態になっており、健康保険、年金など移民への社会保障のためのコストを誰が負担するかについての議論がある。そしてスイス国内労働者の賃金の過方向直性が 移民労働者の低賃金と競争にさらされることで、脅かされる状態になっている。この状況を受け、2014年スイスは EU 諸国からの移民の数を制限する是非についての国民投票を行い、移民規制強化への賛成が過半数を占めた。スイス国民党代表のトニー・ブルンナーは、この国民投票の結果は、スイスの移民政策のターニングポイントだとする声明を出した。 これを受けて、スイス政府は2017年から EU 諸国からの移民の数を制限。EU 側は先行する条約に反すると批判したが、もし、スイス有権者が我々を信頼しなくなったら、民主主義の危機となってしまうと、スイス司法、警察担当の連邦参事会員、シモネッタ・ソマルー側述べた。その移民政権法は、スイス国内に4ヶ月以上在住するすべての外国人が、 対象となり、またスイス在住ではないが国境を越えて通勤し、スイスで労働に従事する外国人も対象となる。イギリス、編集イギリスへの移民の数は年間22万から26万人。2014年 EU 加盟国からの移民は2004年以降、当時の労働党トニー・ブレア政権が中東を八カ国の労働者を受け入れたこともあり、ポーランドを中心に 約150万人の移民が英国に入国したと見られる。政府統計では過去1年間で移民が実質26万人増えた。英国は独仏などに比べてもとりわけ移民に対する社会福祉が手厚いとされ、ベネフィットツーリズムも一部で問題になっている。イギリス国内では過去2年間において EU 市民による犯罪は5万4000件以上となった。 最多の犯罪者は、主に、東欧出身者で、過去2年において、外国人による、犯罪件数も2倍に増加した。2014年、保守党、デイビッド・キャメロン A 首相は、欧州連合からの移民に対する社会福祉の制限、などを柱とする移民制限措置を導入すると、発表した。移民が職を奪ったり、福祉予算を圧迫したりしている、とする国内の不満に対応する狙いだ。 キャメロン首相は演説で移民は現代のオープンな英国社会と経済にとって不可欠なものだ。英国に来る移民の数を適正にコントロールし、社会福祉の悪用を防止するための追加の手段が必要だと語った。制限措置では EU 移民が英国で職を見つけても4年間は公営住宅への入居や税額控除などの対象外とする。現在は就職後。 数ヶ月後には申請できる。6ヶ月以内に職を探せなかった移民は、国外退去を求めるほか、新規 EU 加盟国からの移民も制限する考えだ。2019年には合法的に移住したグループである、ウィンドラッシュ世代が、国外に追放、NHS サービスの提供停止、職場から追放と国民としての権利侵害が起こっていたことが判明し、社会問題となった。 この問題は政府の不法移民の管理強化が原因であった。イギリスにいる人間は滞在資格や就労資格の証明などを証明する必要が出た。しかしウィンドラッシュ世代が移住した当時はそのような書類が不要であったため旅券を持っていない。さらに管理強化をした政権が入国の記録を破棄したことにより証明をすることができなくなったためである。国立神戸移民収容所は 昭和3年に設立された。日系人も3章7から8世紀、和国、日本国は、エゾ支配と開拓を目的に、道の区国、で和国、越国に強制的な移民政策を行った。これを、作古と呼ぶ。作古の最初の事例は7世紀、大化3年の越国、ぬたりの作への送り込みで、翌大化4年には、品の国、越国から同じく、古国。 岩船作への作故の送り込みを上作支配を目的に行われている。8世紀には、道の区、ではの支配拡大のために、主に東国の住民を対象に大規模な作故を行った。当初は公民を対象に作故を行っていたが、移住先の環境の厳しさが認知されるにつれ作故は、寄付されるようになり、後には、犯罪者、不老人、古事などを、 強制的に移住させるようになった。また九州では8世紀諸島、薩摩国、大隅国成立時にも、早との公民化を目的に作古が行われた。鹿児島県には、当時の作古に由来する地名が現存しているとされる。また、県当時の安倍中丸のように求められて泊まり、等で交換に出世した者もいた。労働力としての人の移動は、室町時代にはすでに存在していた。 御朱印城による御朱印宣貿易で、アユタや日本人町のような大規模な町を作る者たちもいた。江戸時代に入り、鎖国政策が取られて以降、江戸幕府は幕末まで移民を海外に送り込むことはなかった。海外工業株式会社のブラジル移民を促すポスター。ブラジルは世界最大の日系人人口を要する国家である。 日本では20世紀の両大戦の前後の一定の時期に特に人口増加の解決策の一つとして移民が奨励された。第二次世界大戦前、編集明治元年にハワイ王国のサトウキビプランテーションに移民が渡り、元年者と呼ばれた。中日ハワイ総領地盤リードの要請を受けたもので153名が送られたが、その待遇は劣悪極まりないものであったため、 国際問題に発展した。同じ1868年にはグアムにも移民が渡航している。1885年にはハワイへの簡約移民が始まり移民は本格化、加速化した。当初、出稼ぎ目的の移民の創出死については、給品対策や外貨の獲得など積極論がある一方、外交当局は移民先の環境が奴隷労働に近い労働で、 現地住民との摩擦を引き起こしかねないとして慎重であった。そのため1894年4月に移民保護規則、1896年に移民保護規則に代わる移民保護法が制定された。1887年以降、ペルーなどと比較して、労働条件の良かった米国への出稼ぎ目的での移民が急増し、1899年には3万5000人に達した。 しかし、低賃金の日本人労働者の流入による賃金低下、収束の違い、日露戦争後の効果論などが原因となり、現地では日本人排斥の動きが強まった。日本政府は1900年2月に米国及びカナダへの移民を禁止したが、日露戦争後にはハワイ、カナダ、メキシコからの転校者が急増したため、1907年12月に覚書が交わされ、 米国への移民は大幅に制限された。ハワイから米国本土への移民制限されると、ハワイからカナダへの転向が増えたため、カナダとも移民制限の取り決めを締結した。なお、この頃のアメリカへの移民については、日本政府による政策や移民圧戦業者に頼らないやり方をした女性伊藤座時などがいた。北米への移民制限によって移民の渡航先は、 南米や太平洋の諸国に拡大した。ただし、オーストラリアでは1902年に移民政権法が施行されたため移民は制限された。その他の受け入れ先としては、アメリカ統治下にあったフィリピンのダバオ市満州国、日本の移民統治下にあったパラオなどの南洋軍島などがある。ただし、日本統治下にあった地域への移住は国内移住と同等であると考え、 移民とは呼ばないことがある。これは日清戦争による領土割動また当時の大韓帝国に対する韓国併合以後日本統治下にあった台湾及び朝鮮から日本に移住した朝鮮人や台湾人に対しても同様である。第一次世界大戦後の戦後強行や1923年の関東大震災により失業者や困窮者が大量に発生し、 労働者や小作人の葬儀が頻発するなど、社会不安に襲われた政府は、打開策の一つとして1923年から南米移民の宣伝を開始し、翌1924年には渡航費の全額補助を決定。全国の道府県に海外移住組合を設立し、現地に大型移住地を建設して移民を送り込んだ。とりわけ、 1926年以後の昭和恐慌の農村への影響は大きく、1934年の例外は特に大きな打撃を与えた。その一方で、中国東北部での自国による傀儡政府、満州国の成立によって、満毛開拓団が国策として必要となった。拓務省が設置され、月間拓務時報が刊行され、拓務省内には、 海外移住相談所が開設された。ドミニカ共和国における日系ドミニカ人の場合には、当時の日本政府の権限内容と実際の現地の状況、待遇にかなりの相違があり、事実上の機民ではなかったのかと、後年日本の国会などで議論されている。横浜、神戸には移民希望者が集まり、彼らを相手に出国手続きや滞在中の世話をする移民宿が、 誕生した。またその出身地にちなんだ、薩摩町、加賀町などの町名が残されている。第二次世界大戦後、編集第二次世界大戦後の日本では1950年には、福音や引上げ者が600万人以上に達していたが、雇用機会が少なく移民再開が待ち望まれていた。サンフランシスコ講和条約締結後、1952年末に、 ブラジルへの移民が再開され、パラグアイドミニカボリビアなどへの渡航が増加した。2007年以降、日本の失業問題や労働環境の悪化に伴い、世界に食を求めて流出する若者が増加している。日本統治時代の朝鮮から日本へ移住した朝鮮人から、また戦後の難民、密航などの不法入国から在日韓国、朝鮮人が誕生した。 1945年の第二次世界大戦敗戦、ポツダム宣言自学により、それまで所有していた領土のうちの朝鮮半島と台湾の領有権について、日本政府は放棄を受け入れた。その後、1947年5月の外国人登録例で、旧植民地出身者である朝鮮人や台湾人らは外国人とみなされるようになり、 1952年4月28日のサンフランシスコ講和条約発行、日本の主権回復に合わせて外国人登録法が施行され、日本籍を所持していた在日外国人らは日本国籍取得者から除外された。1980年代には一部の中小企業や農林業、とりわけ第二次産業、第三次産業でのブルーカラー職種で人手不足が深刻化。 外国人労働者によって人手不足を埋め合わせる機運が生まれる。1990年の出入国管理及び難民認定法改正により、日系海外移住者3世まで就労可能な地位が与えられ、日系ブラジル人、日系ペルー人や中国人を中心に外国人労働者が増大した。1991年には日本国との平和条約に基づき、 日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法が施行され、特別永住者という地位が新たに法的に規定された。また中国残留孤児やフィリピンの日系人家族などを想定した定住者という法的地位も新設された。外国人労働者は2020年の時点で日本には約172万人の外国人労働者が在留している。また、 日本にいる在留外国人は273万人おり、日本に定住、永住する者も,も増加している。自由民主党の外国人在交流推進議員、連盟は2008年に日本は、今後50年で総人口の10%程度の移民を受け入れるのが相当で1000万人規模の移民受け入れを達成することも、決して夢でない都市、移民庁を創設し、日本が受け入れる。 移民のカテゴリーとして、高度人材熟練労働者留学生移民の家族、人道的配慮を要する移民投資移民などを想定している。しかし、ヨーロッパなどの移民政策への評価が分かれており、あえて移民政策を推進することへの疑問や反対意見も多く、日系人やこうした姿勢の一つの倫理的な正当化は、日本の保安を守るという視点もある。日本介護福祉士会は、 2014年技能、実習生の対象を介護の分野に広げることに反対した。しかし2017年技能実習制度は拡大され、介護職種も対象となった。また2014年に建設業界からは、国内の若年者の雇用確保が本筋、外国人材の活用は言葉や習慣の違いなど課題も多いという声も出ていたが人手不足の改善が、 見られないことから外国人労働者の拡大を求めるようになり2019年新たな在留資格である特定技能が始まった。厚生労働省によると生活保護を受給している外国人は2011年時点で43,479世帯であり、年間5,000世帯のペースで急増している。2015年10月国家戦略特別区域諮問会議で 内閣総理大臣、安倍晋三が外国人を積極的に受け入れ、総合的に在留資格を見直すとの考えを示した。2016年4月25日に自由民主党の労働力確保に関する特命委員会がまとめた提言案では、単純労働者についてその概念自体をなくすとし、5月中に安倍首相に対し提言を提出する。また、自由民主党、今後は、 大学教授や経営者、高度な技術者など、国の利益になる高度な人材だけでなく、建設作業員などの単純労働者の受け入れを必要に応じて認めるべきだとし、留学生30万人計画により、東南アジアのベトナムや南アジアのネパールで日本語学校が相次いで設立され留学生が急増しているが、実質的に安価な労働力として受け入れられている。 ことが問題となっている。移民1000万人計画、アジアゲートウェイ構想、留学生30万人計画、外国人研修制度、及び技能実習制度を参照イングランド銀行が2015年に発表したレポートにおいて、英国に流入する移民が増加することで労働者の平均賃金が低下することが示された。移民の比率が10%増加することで、 非熟練労働者の賃金は1.88%下落、熟練労働者の賃金は1.68%下落する。移民労働者の増加で実国の労働者の所得格差が増大することが分かっている。1965年に米国が移民政策を転換して以来、欧州からの比較的熟練した労働力とアジアやラテンアメリカからの比較的 非熟練労働力の両方が米国に流入し続けた。すべての移民労働者に対する非熟練移民労働者の割合とすべての自国籍労働者に占める非熟練自国籍労働者の割合の比率はルイジアナ州、ワイオミング州、イリノイ州において高くそれぞれ10.4、7.29、7.23であった。この数字が10%増加すれば 熟練労働者と非熟練労働者の賃金比率は0.22%増加する。この数字の全米平均値は3.61であり、アラバマ州では3.58であった。この条件では、自国籍の熟練労働者と非熟練自国籍労働者の平均賃金の比率は1.44であった。アラバマ州では、非熟練自国籍労働者の平均賃金は、 熟練時国籍労働者の平均賃金のおよそ0.694倍ということになる。賃金格差の増大は1970年代より始まり、ナフタが発行された1990年代における所得格差の増大は顕著であった。移民の流入によって仕事が奪われるとし、移民の流入による職や雇用機会の減少という不安が持たれる場合がある。 地域間の差を用いた研究では、外国人の流入が雇用に与える影響は存在しない、あるいは存在してもわずかな負の影響であることを示したものがほとんどであるが、ボーヤスの研究は移民流入が母国労働者に意味のある大きさの影響を与えることを示し、ヌシボンの研究は、外国人比率の上昇は、若年失業者割合及び、疲労動力人口割合を高めることが、 結論付けられ、1990年から2010年の日本においては外国人労働者と若年労働者は代替関係にあることを示した。すなわち、この時期の日本においては移民の流入によって若年層の雇用が奪われていたと言える。米国では中途半端な移民政策が政治問題になっている。とりわけ、スペイン語圏の中南米の国々から 米国メキシコ国境付近へ、毎年多数の子供、未成年者たちが押し寄せてくる。彼ら彼女らは、祖国での暴力や貧困などから逃避するために、米国への移民を希望している。米国大統領、バラク・オバマは、政治的議論を捨てて、それら子供らを米国に受け入れる、必要性を唱えた。だが、米国メキシコ国境付近へやってくる中南米の子供らの数は、 年を追って増え続け、その対処は政治問題になっている。2013年10月から2014年6月までに、マニー、グアテマラやホンジュラスなど中米から米国へ逃亡してくる子供らの数は約5万2000人に上っている。その収容負担を軽減するために、米国政府は移民の家族をテキサスや南カリフォルニアの都市などへ移送している。だが、 その移民の移送先で新たな問題を引き起こしている。カリフォルニア州マリエータ市長であるアランロングは、米国政府がすべきことは、その不法移民をテキサスやカリフォルニアに止めておくことではなく、粛々と法に基づいて強制送還させることだと述べる。ニューメキシコ州では、現地住民が、その移民が、米国で就業し、現地住民の仕事を奪ってしまうことを恐れ、 移民に住居を与え止めておくことに反対の声を上げた。8年間続いた共和党、ジョージ・ブッシュ政権下での不法移民の国外追放者数は200万人であったが、オバマ政権では6年目にしてすでにほぼ同等数の不法越境者の国外追放を実施している。また国外追放するにしても、アメリカが州国憲法に基づいて検査官らの法的聴取が先行されなければならない。 その法的聴取には人員と時間がかかる。米国政府は2014年度に米国へ流入する子どもたちの数は6万人から8万人に達すると見込んでおり、それら子どもたちの宿泊場所を手配する政府の負担が急増している。テキサス州知事リック・ペリーはバラック・オバマがこの問題に十分対処できていないと述べる。オバマは 国境地域の治安確保維持を軽視しているために、彼は集中してこの問題に取り組んでおらず、結果として、それら子どもたちへの施設提供が不足しているのだと、ペリーは述べた。その他の共和党議員は、国境地帯にやってくる中南米の子どもたちに、オバマ政権がそれらの国外追放に猶予期間を与えたことで、他の中南米の子どもたちに誤った希望を与えてしまい、 それが彼らの越境に拍車をかけているのだと、オバマ政権を非難した。移民政策の専門家は、オバマ政権の移民容認姿勢が、中南米の子供たちの越境を煽ってしまったことを示唆する強い証拠があると述べた。これを見た、オバマ政権は方針を転換し、それら子供たちの国外追放のための法的聴取の検査員や国境警備隊の拡充に十七億ドルの資金を、 出すと声明を出した。その37億ドルのうち、子供たちを本国に無事に送還するための移送費として約1.16億ドルが計上されている。また本国送還のサポートなどに3億ドルが使われることになっている。テキサス州の国境の治安工場には3000万ドルが使われる。それら子供たちは法的聴取の間に施設に拘留されるが、その衛生、 健康状態をケアするのに18億ドルがアメリカ合衆国保険福祉省によって費やされる。スイス政府統計によれば住居を有しているスイス居住者は全体の3割しかない。スイスでは住宅所有は少しの贅沢である。だが、超低金利、移民の増加、そしてスイスが投資家たちにとっての金融避難所としての魅力的な国家であることから、 スイスでは不動産低供の貸し付けが急上昇している。スイス政府は2014年2月以降、資産価格の急激な上昇を抑えるべく努力している。スイス政府は2014年6月、新規に住宅を購入する者が、年金基金をその住宅の頭金として使うことを認めない声明を出した。スイス連邦参事会員であるヨハン・シュナイダーマンは、この政策によって、 住宅価格高騰が鈍化することを期待すると述べた。他方、金融政策の観点では、スイス国立銀行はすでに対ユーロでの為替ターゲットを維持しているために、政策金利を上げることができず、スイスの住宅価格高騰に対して有効な術を創出している。そしてスイス銀行は、低騰ローンへの条件を厳しくすると表明した。移民、特に貧困層の移民は、 移民元では、余剰人口の排出、移民先では安価な低賃金未熟連動動力の供給源となる一方、文化摩擦や失業などを背景に犯罪集団を形成し、各種犯罪を起こすことも各国で発生しており、両方にプラスマイナスともに様々な影響を与える。一般に移民問題とはエニに関する問題を、指すが、移民による頭脳流出が、 異出国で問題となることもあり、特に医療従事者の流出による医療崩壊は発展途上国で深刻な社会問題となっている。移民への差別的な扱いからの暴動、移民による社会変化によってネオナチや民族主義者が活発化し、移民さらにもともとのマイノリティに対する攻撃の増加、現地の貧困層から移民が襲撃されるなど様々な国で起こっている。国際機関、 研究日本における移住者日本からの移住者、ありがとうございます。